コメントやつ2024年7月編ということでよろしくお願いしますありがとうございます皆さんのコメントいいですランキングさせていただきまして5位から1位発表させていただきます今月もたくさんのコメントありがとうございまそれとは別に五島食特賞も発表させていただきますさあということでじゃあ早速いきましょうはい5位からいきましょうはい5位は7月29日ですね先輩使って金玉左右ギャンブルするやつはい えー、タイトルにはっきりと金玉と入っております、ね。はい。えー5位はこの方、蕎麦娘さん。はい。えー、玉浦タトゥーに始まり、金玉左右ギャンブルに終わる私たちの月曜日。<laughs> 玉でね、挟ましていただいたと。<laughs> なるほど、そういうコンセプトはなかったんですけども。<laughs> あ、え二、ー、29日うん,、うん、うんうんうん。という、玉で始まり、玉で終わると。おー。いうことになってるんですね、うまいこと。 うん、ちょうど挟んでたえ何一 1>, 1週間挟んでるいやあ一1週間ではないえマ、ー、玉ラタトゥーあそっか最初の玉ラタトゥーがあるもんなうんえあれはどこだ玉ラタトゥーは7月27日やねんけどその前にもやってるもんなもっとそうやなこれはどういうことだ月始まりえゲーム終わる私たちの月曜日月曜日うーんえ朝アーサーメシってそういうことか あやったなアイランドねなるほどアイランドアイランドの方を絡めていただいたありがとうございますわからなかったアイランドでやりましたやりました大変失礼いたしました IMM シアターの楽屋ではたまらだとやりましたありがとうございますはい4位行きましょう4月24日地元を出る友人とお別れにオリジナルソングを歌い合うやつですねこの方ですアルフレンさんですコメント イギリスの金衛兵並みの浮き帽ですねあのああれあれですねあれ帽子じゃないカつラなんですけどもまあそのイギリスの兵隊さんみたいなあっ金衛兵っていうんやな知らんかったあれねあの無反応のやつねはいうんうんうん反応しちゃダメなんですよね反応しちゃダメなんですよでもやりすぎたらダメなんですよ怒られます僕ら行きましたねあそこ一回行きましたねだいぶ前ロケでねホンマに反応しないのかみたいな あの、笑わないのかどうかみたいな感じで、一発ゲーみたいな。でも許可取ってやったよね、確か。<laughs> やったんかなきっとうそういう元。うん、そうやね。うん。うん、だれだら、あの、頭長い、えズ、ー、ラですね。はい。はい。ありがとうございます。3位いきましょう。<あ>えー、どっちか選手じゃないやつですね。えー。笑っちゃいますよね、これ。そうですね、3位。えー、この方。あずまっていうやつさん。はい、コメント。ジャルジャルの画面上がっ が、ジャルジャルの。画面上が。あ、ジャルジャルの画面上がこんなカラフルなだ。そうす。ごい明るいねこれ。めっちゃ明るいねこのお互いユニフォーム着てるからね。はい。キラキラしてるよ、この時の。緑と赤と。ね。でね、キラキラしてますね、確かに。確かに、もうサムネはね、だいたいもう黒、黒、ベージュ、ばっかりなんで。体でかすぎて笑うてまうな、これは。たまにいますよね、ほんまにでっかい小学生。ね。うん。 ほんまに大人がランドセル背負ってるやんみたいな。ランドセルめっちゃちっちゃく見えねな,な。うん。特にあの、女の子はやっぱ成長早いからね。すごいもう、あの、親ぐらい大きい小6の子とかいますから、ね。ああ<ー>。うんうんうん。ね、そういうのをちょっと表現させていただきました。はい。2行、はいね、きましょう。はい。エコバッグ忘れただけで人生狂ったやつ。んそんなことでね、狂うのかって話ですけどね。えー、フートさんです。えー、コメント。4分53秒。はい、えー。やめちまえ。 何をで久しぶりに声出して笑ったこれがねちょっとみ見,、ね、見てみましょういきましょうかうんいきますよはい続いてのお客様あすざすいませんやめちまえやめちまえ うう何をいや、だから、周りのギャラリーの声に対してね。そうやな。なんか前後、じゃ前から見てなかったから、ここだけ単発、グッて聞いたら、笑われなかったね。まあ、あの、なんとなくわかりました。うん。うん。いろんなヤジ飛ばされてるな。ね。やめちまえというヤジに対して、ええな、日本って言うてるってことですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、2位まで行きましたんで、じゃあ、ご当地独特賞行きましょうか。はい。えー、じゃあ、 7月1日。はい。えー、知識よりも見た目が大事な古着屋のやつ。あ、はい、はい。はい。えー、この時の1位が、ひよさん。ついに現れた、ジャルジャルファッションを批判するやつ。うん,うんうん。っていうのも、これは僕がね、いい古着屋で古着屋の格好してますけど、後藤がいわゆるジャルジャルファッション。はい,は,いは,いはい、はい、はい。それに対して、その格好はダメやと。はい,は,いは,いはい、はい。いうことなんでね。はい,は,いはい。まあ、それに絡んだ1位のコメントなんですけど、僕が気になったのは、えー、コウメちゃん。うん、はい。ジャルジャルの黒、黒シャツベージュズボンを批判するって、 徳相当エネルギー使っただろうな。<laughs> <laughs> そんなことないですよ。<laughs> 思ってもないことを言うの心苦しかったでしょうみたいなことですかね。<laughs> えっ、ー、と、リカさん。はい。私は卓上のジャルジャルファンなので、あのー、卓上の知識ってね、ずっと言って,てあ、はい、はい。そう。君は机の上で学んでるだけやっていう。私は卓上のジャルジャルファンなので、うん、劇場に行くことはないと思いますが、これからも画面越しに応援します。してほしいなー。 来てほしいなそういう人こそ来てほしいなねえ言うてるってことはもうだいぶ卓上からはみ出してるような気しますごいねんまああの卓上とはあの騎上、うんだいぶコメント多いねんけど機上の空論みたいなそう騎上のほうやろみたいなうんうんうんでも我々いつもこういう時卓上使うんですよなんか卓上で卓上なんちゃらみたいなのある卓上なんちゃらみたいなグッズみたいな卓上ライト卓上カレンダー卓上カレンダーはいうん 卓上とも言うよな。言うけど、ま、あ多分、機場が、あれやろ勉強系やろうん。ね。うん。の空論的なことやから。卓上は多分あれちゃううん。ものちゃう知らんけど。つくんちゃうそう、使い分けがあんのかな卓上カレンダー。つくんやん。多分。卓上につくんちゃう卓上につく。うん。どういう意味、卓上につく。何かがつくんちゃう卓上。卓上なんちゃう卓上時計。多分。置き時計や、それば。 何を言ってんねんな。<laughs> え卓、ーえー、上の後についたら、えっ、ー、と、つ、こんな言葉卓上の後につかないだろう。何卓上。椅子。<laughs> あ、卓上の上に椅子ね。えー、うん。卓上の上にこんな言葉つかないだろう。どんなの放き卓上放棄。ほうき <laughs> すげえ放棄よ。やっぱ雑巾の方がふく卓、ね、上の上に多こんな言つかな、ね、い。<laughs> 早いし、多いよ。<laughs> <laughs> そ,うそうか、そうか。まあまあ、そういうコメントもあったと。はい。 はい、えー、っと、あ7月、えー、これは8ですね、はい、は、え、い、ー、はい、はい、はい、僕もだいぶ好きでね、これ、ひな、えー、さん1位、はい、1> 髪の気持ち悪さは何も関係なかったと、役者の方なんですよ、ね、あはいはいはい、はい、<laughs> えー、コーヒー冷めたさん、はい、こんだけ毎日、じゃるじゃる見てて。 鎌本っていう名前で笑ってもっためっちゃ悔しい <laughs> ね。名前はねいろいろ出してないのいっぱいありますからねあとこれもね僕結構面白かったんですけどえっとじゃあ名前は分からないですねささんかな、うん、えー、山芋ピザやんか食べたの山芋ピザに排便要素全く関係なくてただただ理不尽だったこんなん言われたら生きていけへんわ <laughs> そう山芋ピザ例えばさうん、うん、さつまいもピザとかさ例えば サツマイモってなんかそ,の、まあ、そうか。まあ、こんなが、ね、もういう流もピザ自体がさ、うん、排便を連想させるかなって。食 <laughs> や,やから。<laughs> サラダとかよりも、やっぱり、な、小麦粉のね、生地が。<laughs> それで、あの、そのネタから僕もちょっと選びました。はいえー、カイル・ウォーカーの夜明けさん。うんえー 鈴木亮平が評価されない世界線。あったな鈴木亮平さんは確かに、あの、排弁を連想しやすい俳優さんの一人でもありますから。豪快にさ、豪快系やんか。うこの世界線では鈴木亮平さんはやっぱ、この降板させられますから。そうですね。うん。一応ね、地元一緒なんだ、僕も。あそうやったっけそう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 。あそうなんや。そうやんな。へぇー。いやいや、それは。そうやんな。地元民の情報として。あ、そうなんや。そうそうそう。 はい。ええ、あ、これのゆったんさん。はい。この時、五島をむちばらってたから。あ、はいはい。そう。今日、ごっち笑いすぎっていう。友達ななんで、五島の高校の時のあだ名は知ってるのなんで友達なの普段誰も言ってないのに、ごっちないのよ、そんな。高校の時の友達がコメントしてんじゃん。高校の時はね、ごっち言われてましたね。はい。じゃあ、7月14。はい。口癖が間違いないの不動産のやつ。おおはい。この時は1位が、あやかさん。 口癖が間違いないのやつがシリーズ化するのは間違いないですね。おー、うまいこと出てますね。はい。え、このゴリアツ寛大生さん。はい。今、留学来てて、留学しててやろうね。はい。ま、来てて待ってるのかなわからんけど。え、最初の方は話せる言葉が少なかったから、はい。その言葉を使うしかなくて、相手にはそんな風に思われてたんかな。てんてんてん。おこれ可能性全然あます確かに確かに。うん。あと、パンケーキ師匠さん。 はい。2分47秒。へえ、うん、っていうコメントが、ほんま、へえみたいな音が入ってんですよ。うま <laughs> た、前もあったよな、なんか。あはは。っつって。<laughs> 前のは完全にへえの音やったけど。う,うん。うん。いや、これマジで。ほんまか聞き直してんけど。ほんまうん、めっちゃへえやった。<laughs> いやへえの音がしてたら現場で言うはずやねんな。そうやろうん。

ごめんなさい。はい。いや、でもあの、お客様のちょ、っとごめんなさいの直前やな言っは口癖やんって。あ、それ間違いない。それや言ってたやん、流れるように。ごめんなさい。はい。それ、どっちやん、その、間違いないです。のい。喉の。ごめんなさい。喉かな、おでも、ま、塀の音に。誰も塀越えてないと思うけど、めっちゃ塀の音やねん、これ。塀の音探すのやめてくれんかな。 ほんまに <laughs>、えー。7月15日。はい。えー、頭相撲で買ったら給料あげてくださいと社長に自画談判するやつ。うん、これも結構おもろくてね。うんえー、この時の一番、水木さん。<laughs> はい、そんなイチャイチャ見せつけられましても。はいはいはい。んで、えー、今度気になったのが、ペンギンのペペさん。はい。お笑いはほぼジャルジャルしか見ないから、かっこお笑いに詳しくないんだけど。 これが本当にお笑いなのか時々疑問に思うことがある<笑>お笑いじゃないやつもありますあるよねこれ <laughs> 全然ありますこれを基本軸に置かないように気をつけてください本当に、はい、<laughs> あんなとこかななるほどねはい福徳賞は福徳賞、うんえー、7月27日玉浦にタトゥー入れてるやつお、はい、ペンちゃん参加いただきました えーっと、この時の1位、ああ、間違えた。ペンちゃんさん。この時の1位がペンちゃんさん。うん。えー、1分3秒。へっ、スタッフ笑いの笑、スタッフの笑いに反応しちゃうのクソ笑った。うん,う,んう,んうん、うん、うん。えー、この時の1位、えー、ニコニコくんの隠れファン。はい。最近できた男友達に、ジャルジャルのおすすめのネタを聞かれたので、前回あり執行猶予、執行猶予中のニコニコくんってやつ。はい、うん。 ずっしり感求めて玉浦にタトゥー入れたいやつルームナンラーに髪引っかかったやつを勧めたら最初に玉浦タトゥーを見出して大好評でした <laughs> マジか今度一緒にジャルジャルが出る公演を見に行くことも決定したのでた玉浦タトゥーさんには感謝しかないですありがとうございましたすごいななんか際どいの勧めたなと思ったけど<れ>オッケーなんやす男友達っていうかどういうことう、ね、異性同士なのか普通に。 ああ、でも男友達っていうぐらいから異性同士なんじゃってことか。うん。要は、じゃあ女性にこのネタを勧められたら勧められたあ。絆深まるかもしれない。ねえ、ま、ぜひ単独ライブにお越しください。うん、し、うん、ください。いしますありがとうございます、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい。じゃあ、僕はですね、うんと。言いいんちゃう今日は。<え>はい。ということで、えー、今日は。おいおいおい <laughs> なかなかおもろい動きするやんけ。 えっと、地元でる友人とお別れにオリジナルソング歌い合うやつ。はい。ですね。えー、それさっき言った、イギリスのね、浮き棒を見たいっていうコメントが1位でしたけども、<近> MS さん。うん。えー、43秒前に上がってた、18時に視聴したのなんて学生時代が最後だったな。<laughs> っていうコメントですね。はい。でも、就職して働いて、18時代にはもう、見てなかった、トント。うん。 18時代に久々に見た。<laughs> <laughs> っていうコメントをしてくれました。まあ、読み方も面白かったね、今。<laughs> まあまあまあ。なんかちょっと哀愁があるようなね。<laughs> 生活状況が変わったんやなっていうね。<laughs> はい、はい。感じはしました。そうですね。はい。えー、っとですね。はい、どれ行こうかな。じゃあもうちょっとと、そうやな。ちょっととと <laughs> ああ、はい。うん、はいはいはい。 さっきね、あれ言ったんで、排弁のやつは言ったんで、ご当所言っていいですかお、はいはい。えっと、友達と旅行中にねヘゲップする。友達と旅行中にねヘゲップするやつ。おー。はい。その時の。7月10日、えおた、おとまとさん。はい。特筑ははみそうでヒヤヒヤした。それコメントも多かったですね。多かったですね。はい。えこの方です。しゅんさん。はい。 私たち、ネイティブ・ジャルニーズなので、ネヘに振り仮名な,なんて必要ありませんよ。<laughs> ちゃんとタイトルに、ネヘってこの <laughs> えうざえ、入れてるんですよ、ネヘって。これ、振り仮名いりません,んま読めますよっていうね。えー、ネイティブ・ジャルニーズさん。気づかんかった。ネイティブネイティブ・ィブジャルニーズさんです。<laughs> ネイティブ・ジャルニーズ。うん <laughs> はい、はい、いただきました。ありがとうございます。 じゃあ、1位行きましょうか。はい。はい。えー、1位はこれですね。え七7月22日。エコバッグ忘れただけで人生狂ったやつ。はい。から、えー、ふそんさん。はい。コメント。急にざわざわを店員の口から発してきてびっくりした。はい。というコメントでございます。どうおめでとうございます。違和感の、違和感系のコメントですね。そうですね。はい、はい。あんまりないですからね。この環境を口でやるっていうのはね。はい。 ということでございました。はい。えー、たくさんコメントありがとうございます。とえと、こうやってね、毎月このコメント読むやつで発表させていただいて、もしかしたら、1位もらえるかもしれないし、ご当所独特賞が当たるかもしれません。はい、それをぜひ狙っていただきたいと思います。はい。まだ、お願いします。バイバーイ。はん、せい、かい、はん、せい、かい、かい、かい。 んなんで全身タイツうのそれ何カメラ回ってる手で喋ってるの最後ね連発でめっちゃ噛んでたな、うん、パパパパーンって、うん、<laughs> あんな短い時間になんか5回ぐらい噛んでなかった、うん、疲れてる今日めっちゃ疲れてるう <laughs> あん<な> <laughs> 昨日、福岡で夜、仕事終わって福岡から飛行機乗って、飛行機の出発もだいぶ遅れた。う東京上空が雷雲。そうそうそう。天気やから、シャん乗るか乗らんか、乗れるんか。だいぶ遅れたけど、飛行機乗れますよって。一行後の飛行結構なってたの結構なってた。たまたま乗れた。ラッキー。福岡から羽田で1時間半ぐらいか。1時間半やね、大体うん。 一時間半経っても、二、うん、時間経っても、あ、つかへんな、おかしいな、そう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 。飛行機のこの渡航ルート画面見たら、静岡の横ぐらいでずっとぐるぐる回ってる。そう,そうそうそう。そう、東京の方のうん雷雲が、うん、なかなかなくならない。そう、だから。うん。着陸できなかった、ね。着陸できない。うん、うん。もうあのー、なんや、この燃料の関係で。うんうんうん。うん 関空に着陸しますと。そうやね。もう。やっぱそれしゃないな。だって健康にやっぱ、それはもう立ち寄りできないもん。うんうんで、関空に着きました。うんうんその時何時だったっけ ?12 時超えてたから。余裕で1時ぐらいちゃかったの時ぐらい。うん。ちょっと忘れたけど、1時。まあそういう状況や。他の飛行機が。1時半ぐらいちゃかった ?1 時半ぐらいか。うん。他の状況、他の飛行機もみんな関空行ってた。 うん。で、関空着いてから、ま、すぐ降りられへん。あ、そういう意味で、12時ぐらいっね、関空着いて。確かに。着陸したそう。ほで、その飛行機の中で、2時間ぐらい待ったか ?2 時間ぐらいあったね。なんか、順番、いや、意外に、順番待ちった。3時間って最初言ってたけど、意外に早かった、1時間半ぐらいっうん。よかった、早かったわ、と思って。で、飛行機から降りたの何時ぐらいだったっけ多分ね、1時半ぐらいだったと思うんだよな確か。うん。 うん、ああ、そうだね。一時十分ぐらいだね。ああ、そうか、そうか、ん。おいで、えっ、ー、とー、まあ、次の日の、まあ、朝一で、うんえー、羽田戻らないと、朝一からちょっと打ち合わせたかったから。ねねねえ。あ<ー>うん。で、六時四十分の飛行機やったっけそう,そう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 。そうん、うん、早い時間の飛行機あんねんなぁと思ってね。うんうんうん,うんうんうん。関空発もね。うん。時間的に、 でも、そっから、もう、関空から抜け出されへんと。もう、タクシーのすごい行列もできてる。関空周りのホテルももう満室です。うん、それはもう、みんなが、だってもう,もう、そう,そうそうそう。大人数の人が、ね、そうそう,そうそうそう。大変だもんなったからね。ほんで、みんなそう、関空で過ごしますと。うん。この、うん、まあ、ベンチで寝転がってる人もいれば。いっぱいだね。うそ,うそうそうそう、もう、ベンチはもう埋まってる状況。そう,そう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 。うん、どうする床で寝るか。 でもうなんか、もうなんかそういう感じやもんね。あの、もう、もう不思議て寝てる人がある。そうそうそう、もう吹っ張ってたからね。ねあれすごいな、うん、もう寝ていいですよってこともね。床で寝るっても、まあ、人通りもあるからさ、横で人歩いてるわけやから。うん,うん、うん、なかなかでも寝づらかったな。寝てるような寝てないような。うん,うん。二、うん、三時間を過ごし。うん,うん、うん。飛行機に乗り。で、うん。朝から打ち合わせをし、で、今今日何本撮った 35本別見でえんちゃういや、ほら。でもこれ、気候、天候には勝れへんやん、やっぱり。うやう天候には勝れへんか、そうなったんや。うん。これは天候関係ない別見でえんちゃういやいやいや。おい、それ噛むて。でも、空。あ最後の最後で。あ、それでか。エネルギー切れるって。確かにし下も回らんって。確かに。あのー、んネタ中も。な、目つぶる演技とかしたら寝そうなの。 一瞬で。どんな、どんな状態で30何本取りしてんの一瞬で持ってかれそうなのほんこれ、ストップどんだけあると思ってんね今。うん。何ヶ月先までも溜まってんのこれ。なんで今日やってんね今一応。誰か言わんと。今日やらんでええんちゃいまん。今日やらんでええんちゃいます抑押さえてるから。押さえてんねんけど、それわかるよ。多数決から。それもったいないよ。人数で言うたらさ、俺らが少数やそう、人数で言うたらそうやな。う 疲れ度合いで言うと、もうえげつない重さやから俺はでも逆にテンション上がってわかるよ、わかるよ。久々やもん、こんななんか、ま、でも、あの、オールした時の体の足のだるさやねあの、若い時に、若い時に、朝まで、やっ熊もできる。熊もできるっちゅうねそんな。若い時に朝までオールした時のこの足のけだるさやね今日お互いなんか顔の皮膚も硬いしな。やっぱ睡眠それ床で、床で寝てるから。睡眠って大事やな。40歳床で寝てんねん。 で次の日35本撮りしてるねん。大だよでも、俺だって隣に60歳の人が床で寝てたから、<laughs> その、俺は全然なんか。<laughs> まあまあ、それみんなそうやったから。ただ60歳の人は次の日35本撮りしてないと思う。しっかり休んでると思う。<laughs> うん、<laughs> うん。それが言いたいだけ。でもなんか、これはまあ反省会。いい経験やんとか,んか,んかん経験としてあるんだけどね。ただこんだけストックある状況で、うん、<laughs> なんで強強行してんねんっていうのは感じるから。反省会 どこにスマートフォン入れてんねん。<laughs> うん、反省会とか俺元気モリモリやから、うん。今から8時間ぶっ続けでみんなの意見聞くわ。酒飲まれへんやあいつ。一滴もん。意見言うてねー。一滴も酒飲まれへんや。いつも俺だけ酒飲んで。恥ずかしいわ。ほんまに。あいつの木箱に。声の声の声よし。蓋しとこう。これで次の収録の時あいつ。 くさいに合うぞうわこっちやなあいつ <noise> ぜひ呼んでくださいピントはかりますかジャラジャラに興味あるやつっていうあっちょちょちょあの何、ー、て言うんだろう こう、いわゆるサロンのやつとかやってるんですよ長い間。 えーで、どういうとこなんだっていや、それこそ、ね、いつも配信があったりいろんな動画があったりとか、コンテンツがたくさんあったりそれこそなんかこうロケするときにあのエキストラの方とか呼んでもらうためにあのそういうやつやってんだけどあまりにも不可解だし分かんないじゃん、どんなところかだからあのーこういうふうに告示動画撮ってるんだけどこれ見たからってよし、私、ネタサロン入ろうと思わないよね。 その感覚が実は正しいんだけど安定した。ジャルジャルタワー